こんばんは、リセロンインテリアの浜田です。今回は長く使えるソファー選びのポイントについてご紹介していきたいと思います。リビングのメイン家具であるソファーは大型家具であるのに加え、他の家具に比べて価格も高く、簡単に買い替えというわけにはいかないですよね。そんな重要なソファー選びを失敗させないためにも、購入前に知っておきたい長く使えるソファーのポイントを3つご紹介していきたいと思います。そのポイントとは、復元力の高さ、クッションの買い替えが可能かどうか、カバーの買い替えが可能かどうかです。購入後でも長く使っていただけるように、この3つを詳しく解説していきます。まずポイント1つ目の復元力の高さについて、ソファー購入の際の不安要素として挙げられるのがクッションのへたりです。ソファーの中材にはウレタンが使用されていることが多く、そのウレタンが日々の使用で潰れてしまうと復元が難しいため、いわゆるへたりにつながります。またクッション材のへたりは使用頻度や使用環境などによっても一台一台変わってきます。そのためソファー選びにはクッションの復元力の高さが大切になってきます。そこでおすすめしたいのが、クッションの中材にフェザーが使用されたソファーです。フェザーには高い復元力があり、クッションの中の空気を定期的に入れ替えてあげることで、ふっくらと柔らかな座り心地を楽しめます。フェザーを使用したソファーとウレタンのみのソファーを比較した場合、座り心地の経年変化はフェザーの方が緩やかですので、長く使用できるでしょう。2つ目のポイントは、クッションの中材が買い替え可能かどうかです。先ほど紹介した復元力の高いフェザークッションでも、使えば使うほどへたりが現れてしまいます。そこでより長く使えたいと考えた時のポイントとして、クッションの買い替えができるかどうかが挙げられます。クッションのへたり以外にも、フェザーの量が減ってきた場合や中材のカバーが破れてしまったりなど、交換が必要になるケースも考えられます。このような場合、もしもクッションの交換ができないのであれば、ソファー自体を買い替える費用に加え、お持ちのソファーを破棄するのにも費用がかかります。クッション材が後で交換できることで、本体はまだまだ使えるのにという状況でソファーを買い替える必要がなくなります。長くご使用いただけるだけでなく、コスト面を低減することもできます。最後のポイントとして、カバーの買い替えが可能かどうか。ソファーカバーには本体のカバーが外れるフルカバーリングタイプと、生地をソファー本体に貼り込む仕様の貼り地の2タイプがあります。どちらにもメリットデメリットがあるのですが、長く使用することを考えた時におすすめなのは、フルカバーリングタイプのソファーです。家庭で使用しているとどうしても汚れのリスクがあります。小さいお子様やペット、また飲み物をうっかりこぼしてしまうこともありますよね。そんな時にフルカバーリングタイプのソファーだと、クリーニング出せるのが多いので安心です。また替えカバーを購入できるソファーであれば、汚れ以外の理由でも摩耗して生地が薄くなったり破れてしまった際に対応ができます。カバーの買い替えができるということは、購入したソファーカバーの色味を変更したい場合にも対応できますし、洗い替え用のカバーを準備しておくことも可能です。長く使えるソファーの選び方についていかがでしたでしょうか。最後に本日のポイントをおさらいです。1つ目、復元力の高さ。2つ目、クッションの買い替えが可能かどうか。3つ目、カバーの買い替えが可能かどうか。ソファーの購入をお悩みの方は、今回ご紹介したポイントも含めて、ぜひ暮らしに長く寄り添うソファーを探してみてください。今回の動画が参考になったという方は、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。他にもわからないことや気になることがあれば、コメント欄の方にコメントよろしくお願いいたします。ありがとうございました。